皆さんこんこにちはレクセン2講師の田ですそれでは2021年5月の2級 FP 技能検定本試験の配点予想と公表を始めていきたいと思います、えっと、まず試験に受験された皆様お疲れ様でした で今回はですね、えーまああの、公表されない部分のですね、配点予想をしていくということであの、点数につきましては、学科試験は60問、えー、これ各1点ということで、60点満点の36点以上で合格というふうになっていまして、まあ、これはの、えー、皆さんすぐ、えー、自分でマークシートが間違ってなければ、 点数が出る、まあ合,格えー、合格点というか自分の得点が計算できると思うんですが実技試験についてはあの配点というか合計点は、えー、日本 FP 協会は100点満点もちろん100点満点で60点以上で合格ということは変わらないんですがどこに何点配点がくるかというのは分からないまた近在の今回は、えー、個人資産相談業務のみなとなるんですが こちらも大門ごとに10点の配点が来るのが分かるんですが個別の配点は公表されていないということになっているので、まあ、ここら辺の配点をですね、まあ、レック独自の予想をということでやっていくということでこちらについては皆様に置かれてましてもホームページ等でですね、ご自身の得点が何点かという判断できるサービスもありますのでぜひ活用していただければという,ふうに思いますので、まあ、そちらがメインなんですけどもとはいえですね せっかく受けられた試験なのでそこら辺の簡単な公表をしていこうかなというふうに思っておりますので、えー、ということでですね最初にまあ共通の科目のですね学科試験から見ていってです、ねえー、っとやっていくんですけれども、えー、ごめんなさい学科試験見てもしょうがないので最初にまあ配点予想からしていきますので協、えー、会実技日本 FP 協会の実技の配点予想をまずしていきたいと思うので近在、えー、を受けられた方ちょっとお待ちいただければというふうに思います で、まず日本 FP 協会の実技試験なんですけども、まあ、今回、まあちょっと自分手元に配点のものが一覧があるんですけども、10問、大問が10問、1から始まって10問まであって、 100点満点であることは分かってますがこちらの個別配点については一切公表されませんし問い合わせても教えてくれないということでですね、まあ、レックのところでも十何年という形でこういうものをやっておるので、まあ、ですのである程度精度の高い予想ができるんじゃないかなということでそこでですね配点を個別に言ってきますただこちらが必ずしも協会の配点と一致するというものではありませんので例えば えー、配点を、えー、こちらの。 公表まあ、こ,ちらこれから申し上げていく配点で計算していって例えば50点台の後半でも合格の確率は十分あると思いますし逆に言うと60点例えば前半のところでも,あの間,違っても間違って落ちてしまうという可能性もあるのでちょっと60点前後の方についてはどちらの可能性もあるということをです、ね、理解いただいておそらく65点以上あればです、ね、それで配点が間違っていて落ちるということはないと思うので6点、まあれば 点前,前後の方、えー、58点から623点でしょうかねそこら辺の方についてはどちらの可能性もあるということは含みお聞きい,いただきたいなということでですねではちょっと配点予想をしていきます でこちら、大問ごとに、一、えー、つ一つ見ていきたいと思いますので、まず最初の第1問、第1問ですね、第1問見ていきます。えー、で、第1問なんですが、えー、問1がですね、問1が、えー、各1点の計4点、えー、丸抜問題になってますから、各1点の計4点、続いて問2がですね、2点、問2が2点、ですから、えー、問1が4点、問2が2点で、合計、えー、第1問6点の配点となります。 続いて第二問です。こちら四問あります。問い三が二点、問い四が二点、問い五が二点、問い六も二点。すべて三から六まですべて二点ずつとで合計で第二問八点という配点となります。続いて第三問でこちらがですね不動産ですね。不動産になって問い七から問い十まであります。 問7が2点、問7が2点、問8が各1点の計3点、各1点の計3点、問9が各1点の計3点、各点点の計点問10が2点、問10が2点ということで、合計すると10点の配点、10点の配点ということになります。次、第4問です。第4問のこれ、えーと リスクですね、リスクです。まず問十一ですが、えー、各一点の計三点、各一点の計三点。問十二が、え二、ー、点、問十二が二点。問十三も二点、問十三も二点。 で問14が、問14が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、こちら合計するとですね、11点、11点の配点となります。続いて第5問のタックスですね、タックスです。問15、2点、問15が2点、問16も2点、問16も2点。次 問17、こちらがですね各1点の計4点、各1点の計4点、問18、こちらも各1点の計4点、各1点の計4点、まあ、ですので、第5問のタックスは合計の配点が12点、12点となります。次、第6問の相続です、19から22までですが、まず問19、問19が各1点の計3点、各1点の計3点。 問20が、えー、各1点の計4点、各1点の計4点、問21が、えー、問21、これがですね、3点の配点としました。3点の配点となります。次、問22が2点、えー、22が2点ということで、合計するとですね、こちらの不動産が12点ですかね、12点になります。次、第7問の、えー、こちらについてですが、えー、3問あります。 23、2点、24が2点、25が2点、全部2点ずつで、こちらの第7問の配点が6点となります。次、係数早見表を使った第8問のところですが、これ、26から28まで3つ問題がありますけども、すべて2点ずつです。26、27、28、2点ずつで計6点の配点となります。 続いてここから総合問題になりますが、第9問、前半の総合問題、ちょっと1問ずつ見ていきますと、問い29、2点、問い29が2点、問い30も2点、問い30も2点、問い31、2点、問い31、2点、問い32、2点、問い32、2点、問い33、2点、問い33、2点、 最後の問い34がこれ各1点の計3点、各1点の計3点ということで、第9問、これ合計すると、配点が13点となります、13点。で最後の後半の総合問題、第10問ですが、えー、とまずまずですね35からいきます、35のバランスシート、これ3点です、バランスシートが3点、36、これも3点とします、3点。 十七が二点、37が2点、38、2点、38、2点、39が各1点の計4点、各1点の計4点40がこれ2点ということで、合計するとですねこちらが16点ということで、大門1問から10問まで、これ合計すると100点満点となるので、まあ、100点満点で60点以上で合格と。 であの一般的には、あの丸伐問題とか五軍からの選択は基本一つ当たれば一点というふうになりますが。 特に四四択一とかであったり、まあ、答えを計算して書かせるような問題であったりした場合これも原則2点なんですけどもただそれをやるとですね100点満点にならないので、まあ、そこでですね今までの経験からおそらくここが3点じゃないかというのをいくつか予想してますので、まあ、ここのところがもしかしたら3点が2点になるかもしれないので、まあ、そこら辺のところでですね場合によってはあの50点台後半でも60点に到達することもあれば逆のケースも考えます。 られるのでそこは、含み置ききいいいいただきただなという,ふうに思いますではちょっと配点予想から先にやっていきたいので、一旦これでですね協会の実技試験の配点予想を終わりまして、次、あの近在のですね、えー、個人資産、えー、相談業務の配点予想に移りたいと思いますので、えー、受けられた方、こちらの問題をご用意ください。 ただ配点自体は非常にシンプルなものなんでおそらく間違いはないと思いますのでただちょっとこれも場合によってはですね前後のところで点数が1点がどちらに来るかとかそういうところがあるのでちょっとこちらについてもえ場合によっては20。 28点28点取れた場合でも30点に到達することもあれば32点でも32点の場合だと30点も合格なので29点に行く可能性はないと思うので31点ぐらいでしょうかね31点だと場合によっては29点になってしまう可能性もあるということは含み置きということでで,す、ね、ではこちら見ていきます。 で実技試験はもうすべてこれは3級も2級も一緒で大問ごとに10点満点という配点が決まっているので大問、えー、5問ありますから50点満点のうち30点ということになりますでは、えー、見ていきますと第1問ですが、えー、問1から見ていきます問1がですね各1点の計4点各1点の計4点問2、えー、これも同じく各1点の計3点各1点の計3点 問3、えー。これが各1点の計算点。各1点の計算点。ですからすべて、えー、これ、丸一から、えー、まあ、ちょっと、門ごとに変わってくるんですが、丸一から丸四とか、丸一から丸3、えー、丸一から丸三、これ全部1問ずつ、1点ずつがこれくるということで、1つ1点ということで合計で10点になります。続いて第2問です。えー、第2問の金融なんですけれども、えー、問4からいきます。 まず問4、こちらですが、一とともに各2点ずつ、各2点という形ですね、一が2点、二が2点となります。おそらく、一が3点、二が1点はないと思うので、2点ずつという形です。次、問5。問5が各1点の計算点、各1点の計算点。 で、問い6が同じく各1点の計算点、各1点の計算点で合計すると10点満点になります。なので、まあ、問い4が先ほど申し上げたように、まあ、基本各2点、まあ、どれも2点ずつだろうということですが、場合によってはそこで、えー、え丸1点の方に、例えば3点、丸2が、えー、1点となると、そこで1点ずれてくるので、まあ、その可能性はあるんですが、おそらくこの問題では2点ずつになるんではないかなと思います。では、第3問のタックスに行きます。タックスの えー、7問からいきます。問い7。問い7が各1点の計算点、各1点の計算点、問い8、えー、こちらも各1点の計算点、えー、各1点の計算点、次、問い9、これちょっと悩ましいところなんですが、えー、こちら、1、2、3とありますが、まず、1と2が1 1点ずつ、各1点、丸一丸二が各1点、で丸三が2点、丸三が2点としました、えー。ですので、ここだけ配点が違うので、えー、もう一度、えー、問い球ですが、丸一丸二これが1点ずつ、で丸三が2点、えーで、これで第3問を合計すると10点になります、ちょっとここのところがおそらく最後の所得税額ではないかな、えー、こちらが後配点になるんではないかなというふうに予想しております続いて第4問の不動産です。 これはシンプルな形になります。これも金融と同じですね。金融と同じく、問い10の丸一丸二ですが、これも2点ずつ、各2点です。丸一が2点、丸二が2点。で、11が各1点の計算点、各1点の計算点。で、問い12が各1点の計算点、各1点の計算点となります。で、合計すると10点です。次、第5問の相続です。 相続ですが、問13が各1点の計算点、各1点の計算点、で問14、これもですねタックスと同じくちょっと悩ましいところなんですが、えー、丸1丸 ○2、えー、これが1点ずつ、丸一丸二が1点ずつ、丸三が2点、丸三が2点。 となります。丸3が2点で。問い15が、えー、各1点の計算点各1点の計算点ということでこちらも合計すると10点満点ということで。 これ1問ずつ合計していくと50点満点ということで30点以上で合格ということでえまああの各1点のところについてはもうあの悩むところは全くありませんのでこのままでいいと思うんですがえま今回の問題だと例えばあの2点配点というのがえ問4と問4と問10これが2点ずつにしてますがこれが場合によっては1点とか3点になる可能性がある。ああとはですねえま 連続のところで例えば第3問の問い球や 第5問の問14が所得税の計算流れ相続税の計算流れのところで前半部分で1点ずつで最後のところで2点というところがあるのでちょっとまあこちら考え方統一してますのでおそらくこれで間違いはないと思うんですが、えー、ずれるとすればここだと思いますので若干の誤差というのは、えーまあ、あの許容いただきたいというふうに思いますのであのここで出したものが絶対ではありませんので、まあ、参考にはしていただきたいと思いますし大きく外れることはないと思うんです。 けれども若干のズレがあることはご理解いただきたいというふうふに思います。ということで、これで一応ですね実技試験の配点予想は終わっていますので、まあ、残りの時間使って各科目、まあ、ちょっと5分から10分、まあ、10分はちょっと使えないんですけれども簡単に見ていこうかなというふうふに思ってますのででは最初に学科試験、まあ、共通の学科試験から見ていこうかなというふうふに思います。 で学科については60問ありまして、えー、科目10問ずつということでライフから始まってリスク金融不動 l ライフリスク金融のタックス不動産相続という順番で10問ずつあります。 でまあ、どこから手をつけるのかというのは別にですねどこから手をつけてもらってもいいと思うんですが、まあ、自分だったら先にですねいきなり問題1から解くのではなく、まあ、全体を見渡しながら例えばあの皆さん学習されている際に、まあ、税制改正のところが出るかもしれないと言われているところを例えばチェックするとかでもいいと思いますし、まあ、時間のかかりそうな問題後回しにするとかいろいろあると思うんでそういう形で最初、まあ、全体像を見渡してから まあ,あの、取れそうなところから解いていくという形がよろしいのかなというふうに思います。で、例えばなんですが、えー、定番問題が、えー、問題1です。えっ、ー、と、FP の顧客に対する行為に関しての、えー、不適切なものとあるので、一般的にはこれ、資格のない FP がですね、こうしましたよ。これがアウトなのか、セーフなのかという問題です。で、基本的には個別具体的なところに踏み込むとアウトになります。で、具体、えー、ごめんなさい。 抽象的なものであれば特に問題はありませんのでですから、そこら辺のところをです、ねえー、見てもらうと例えばキーワードとしては例えば1番の一般的な説明一般的な説明はこれは基本、政府なので、まあ、ここのところは政府だろう、まあ、問題ないだろうと。 あとはですね、2番のところですけれども、ここについては、医療費控除のうち、医療費、保険金などで補填される金額については、医療費控除の対象にならない、これは一般的な話です。特に問題ないと。 で3番が社労士の資格がない FP さんということで,です、ね、年金受取見込み額をもとに、繰り下げた場合の年金額を試算したとありますが、繰り下げる場合も一月あたりいくらというのは、もう何パーセントと決まってますから、これ見れば、まあ、こういうふうな形で下がりますよというのを試算できるのは、これは特に問題ないと。最後に4番、金融商品取引を登録を受けてない FP の D さんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結した上で、 値上がりのの期待でできる株式の次です個別銘柄の購入を進めたもう具体的なところに踏み込んでおりますからこれはアウトです。ですからこれ4番が正解ということでただこれは合格される方であれば確実に4番これ引っ張ってこれると思うのでここを落とすようではやはりいけないかなと思うのでここのところ個別具体的なものはアウト。 抽象的なものは政府一般的なもの抽象的なものは政府というふうに考えてもらえればと思います。 あとはですね、まあ、問い2問題2番がライフステージ別の話でここについても得点は取りやすいんじゃないかなと思うんで、まあ、一般的な話ではありますが、えー、まあ問い1、問い2のところで正解取っていただけるといいかなと思います。あとは3番が、まあ、ちょっと、えー、説明文長くなってますが、えー、6つのケースの話なので、まあ、ここのところ定義などを理解していれば頭の中でこういう場合何を使うのかというのがイメージできると思うんで、まあ、ここのところも対策をしておればできるところではないかなと。 いいうふうふに思いますで次、問題4から、えー、医療保険、公的な医療保険、雇用保険、国民年金、えー、と国民年金公的年金の老齢給付、確定教室年金ということで、年金絡み、えー、とか医療保険とかそういうものが続いていきますので、ここのところについては、ですね例えば年齢月数とか、まあ、いろいろそういうところを覚えておかなければいけないところは多々あるんですけれども、 そこを覚えておけばあの取れるところなので逆に言うと、それ以上あの通常覚えるべきところを超えるような問題があったときにはできなくてもいいと思うのであの講義の中でここは覚えてくださいねとかそういうのを言われたところはぜひ覚えておけばですね得点取れると思いますので年齢のところとかそういういところ、えーまあ、年金絡みではやはり年齢を覚えておかなければいけないと思うのでそこをやっておけば、えー、なんとか最低のところで逃げられるんじゃないかなというふうには思います。 あと問題9のところが奨学金と教育ローンの話がありますけれども例えばあの こちら今回は関係ないんですが例えば選択肢1番のところで対応型の第一種奨学金と第二種奨学金とありますけどもこちらどっちかが無利子でどっちかが有利子なんですよそこのところを覚えておくだけでも解けるような問題もあったりしますので、まあ、今回そこまで踏み込んではいないんですけどもそういうところはしっかり基本的なところなので理解していただきたいなというふうに思います、はい、では続いてリスクに移りまして11から20ですね いきます、はいでえーまあ、例えば12番がですね生命保険の一般的な商品性ということで、まあ、こちらについては、変額保険、養老保険、就、え、寝、ー、保険、就、え、寝、ー、保険2パターンですね、えー、ありますけどもこの問題もよく出てくるタイプの問題ですからこれは確実に正解取っていただきたいなという,ふうに思いますので、まあ、一般的な商品性についてはしっかり、えー、ここのところは一つ一つ潰していただく必要はあるかと思います。 あとはですね、えー、まあ今回については問14問題14ですかこれがですねあの改正があった部分を取り込んだ問題で、まあ、2級でもやはり、まあ、もうここまでやらなければいけないのかということなんですが、まあ、金融庁がですね、まあ、節税商品、えー、というのが えー、巷によく売れていてですね、まあ、それを規制するためにですね2019年から、えーまあ、ちょっと規制が加わったというものがありますけれども、まあ、今回の場合とかだとですね、まあ、ここまでやるかやらないかはまあ別なんですけれども、えー、例えば最高の解約返礼,金返礼率が何パーセントまでとかその何パーセントのところでですね、えー、損金の割合が4割なのか6割なのかとかそういうものが決まってくるというものがあるので、まあ、これちょっとまあ例えば 保険を扱っている方であれば知っておきたいところですが、そうでない方についてはここまで覚える必要はないのかなというふうに思うので、まあ、問題14ができなくても他でできればいいと思うので、まあ、そういう形でちょっと問題14は実務チックな問題だということは理解いただければと思います。逆にににとと番のの損害保険のところについてはは一般的な話ですしで現在ではですすし現在ね例えばば東京都内であればじ自転車には、えー 自転車については賠償責任保険等に加入してくださいよということであのこれたまに相談があるんですけども自転車用の賠償責任保険に加入しなければいけないというふうふに思っている方がいますがそうではなくて例えば火災保険とか自動車保険とかに個人賠償責任保険が特約で入,れる,入ることができるんですがそれに入っても賄えるので必ず自転車保険に加入するというわけではないので、まあ、そこを誤解されている方がいるんですけどもそうではないので。個人賠償責 保険に入っていればそこで賄えるということを理解いただきたいので、まあ、そういうことも考えて問題15の2番のところでは、まあ、自転車の話が出ているということになってきますので、まあ、これは時事のの的な良い問題ではないかなという,ふうに思います。 あとは問題16でも、先ほど生命保険の一般的な商品性の話をしましたが、問題16も損害保険、障害保険の一般的な商品性ということで、まあ、交通事故障害とか、海外旅行障害と国内旅行とかありますので、これは典型的な問題だと思うので、こちらしっかりやっていただきたいと思いますし、同じくです、ね、問題17も、任意加入の自動車保険の一般的な商品性ということで、一般的な商品性が3つあるので、ここはです、ね、改正論点とかではありません。 ので、ここはしっかりあの正解を取っていただきたい。分野かなというふうに思います。あと、問題受験もそうですね。医療保険の一般的な商品税だから、一般的な商品税だけで4つ出ているので、ここが潰せれば難しいところを落としてしまってもですね。特に合否には影響はありませんから、まあ、こういうところをしっかり地道にやっていただきたいなというふうに思います。はい、では21からえ30までの金融のところなんですけども。 例えば問題22番、先ほどリスクのところで一般的な商品性がたくさん出ていましたが、問題22番では預金の一般的な商品性ということで、でここにあるようなところも、ですね受験生としては理解しておかなければいけないところなので、ここは正解取れるようになっていただきたいと思いますし、 問題23も ETF の一般的な特徴、これは商品性ではないんです特徴ということなので、まあ、ETF は基本的に上場株式と同じような取り扱いになっているので例えばなんですがこれも別に正解にはつながらないんですけれども ETF はな差し値注文できないとありますが株式と同様ですから差し値注文もできるというふうになっていますので、まあ、そういう形で、まあ、4四択一の場合間違っているものとかを、まあ、今回の適切なものであれば3つ間違っていて1つは正しいので でこういうったときには1つだけ絶対に正しいというのが分かるだけでも正解取れるので、まあ、最低でも3つ正しいか誤っているかの判断が3つできれば正解必ず、えー、引っ張れます。なので4つまでやる必要はありませんから細かければ全部やらなくても、えーまあ、この問題例えば123がバツか絶対にどっちかというのがはっきり分かれば4番が正しいか間違っているかって推定できますからだからこういう問題は最低 一番多くても3つ、えー、正語が分かれば正解取れますからあの難しい選択肢にはつき合う必要はありません。 ですかね、あとはちょっと問題25番は株式の各種指標についてですがちょっと細かい論点も出ているんですけども例えば2番とか4番 JPX の日経インデックスの400とかあとは4番の S&P の500種株価指数とかちょっとこれんが細かいかなというふうにはなっておりますけども、まあ、あの可能であれば正解を取っていただきたい問題になります。 はいあとは問題23番久しぶりに出たような気がするんですが、えー、ポートフォリオの期待収益率として正しいものはどれかというふうな形の問題がありますがこれは単純にですね構成、えー、費と期待収益率かけていけば、えー、出るので、えー、これをやっていくとですね60%かける0.115かける 1, 1あと25かける8と。 いうふうにやってこれを足せばいいので、えー、そういうふうな形でやっていけばいいという問題になるんですけれどもあのー、まああのー、こうやっ,てやっていけばでき,できますのでやっていただければ典型的な問題まあちょっと最近は出ていなかったんですが久しぶりに見たなという問題ですでまた二十八番が一般に良いとありますが、えー、こちらについてもあのー 未成年者のニーサとか積み立てニー a とかあってニ、えー s はやはり、えー、今、基本的にもう本当に重要な問題になってますからニーサの特徴については税制改正も頻繁に行われていますのでしっかり対策していただきたいところかなというふうふに思います。 はい、で問題30番につきましては、これはまあ資料の読み取り問題なんですけども、まあ、こういう問題が出た時には、一つ一つ資料、あの必要なところを読み取っていくしかありませんから、暗記で対応できるような問題ではありませんから、まあ、こういう問題はちょっと時間,のかか時間がかかることはもう明らかなので、後回しするというのも一つかもしれません。で次31からのののののタックスのところなんでですすががが毎回出てているのが問題32番の損益通算に関しての取材ですが、まあ今回は 支度問題出てますがあの、金額で求めさせるケースもあるので、まあ、損益通算したとまの、えーまあ、実際に総所得金額はいくらかと言われたと、大体損益通算5なので、まあ、そういう問題も出てますが、今回は4、支度1の文書問題出ているということが、えー、分かってますが、これは毎回出てますから、必ず正解取っていただきたいと思いますし、あと問題33番の所得税の配偶者控除ということで、こちら、改正が行われてもだいぶ数年経ってきたものではありますけれども、 あのここのところで、例えば配偶者の所得金額はいくら以下なのかとか、まあ、48万以下というのが正しいんですけども、48万以下とか、あるいは納税者本人の所得要件というのも出てますから、今は1000万、所得が1000万超えると、えー、配偶者控除も、配偶者特別控除も受けられなくなってますので、そういうところはしっかり、えー、理解いただきたいなと思いますし、あと住宅ロン減税についても、実は今ですね、あの金利差のところで、今、住宅ロン減税認められると、1年あたり、あのー 借入れ残高の1もちろん上限はちょっと4,000万までとかってあるんですがそこのうちの1%が所得税戻ってくるという形で4,000万ずっと借入れ金が維持できているとすれば、えー、毎年40万円ずつ所得税あるいは引き出なければ住民税から減額ということになってくるんですが、まあ、問題視しているのは じゃあ変動金利はというと0.4%です、0.5%ですというと、逆罪が発生しているということで、今後、改正が入る可能性もあるので、そういうことでいうと、住宅ローン減税については今後も出るかもしれない、やはり注目点ですから、そういうことでいうと、住宅ローン減税の話はしっかり理解いただきたいなと思いますし、任級でも毎回出ているところですから、こちらも正解取れるようになっていただきたいなと思います。 でこの中だと珍しいなというのは、まあ、問題36の個人事業税、多分事業税って多分と、だいぶ出てなかったんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ただ事業税の問題が出たときには、あの最低限のところだけ理解しておいて、それ以上やる必要ないので、じゃあこの事業税の問題、次回、えー、の、えー、今回5月ですか、9月試験出るかというと、多分出ないと思うんですよ。だからこういうときには、その場で逃げ,逃げ,逃げて、正解取れるんだとっていけばいいかなというふうに思いますので、 心のところについてはですね、えーまあ、もうできなくても仕方ないというふうに諦めてもらってもいいかなというふうには思います。はい、であとはですね、えー、タクシーと問題39のところで、消費税の課税事業者という話がありますが、消費税はもう毎回出ていますから、消費税の問題は必ず、えー、こちらもですね潰していただきたいなというふうに思いますので。 そうすると今回の問題はちょっと特殊だなと思うのは、まあ、これは毎回こういうわけではありませんので所得税が5問しかないんですよ。えー、31 35から35 までで所得税が5問で法人税が1、2、3問、法人税が3問で、事業税が1問の消費税が1問ということで、大体いい法人のところ絡みでだいたい3問ぐらいが多いので、ちょっと今回は法人に関する主題が多かったなと思うので、まあ、所得税を中心にやられている方だと、えー、場合によっては法人で手が,手がつかない場合には、えー、取れないかもしれないんですけれども、ただ、ちょっと今回は法人の比率が高いなという気はするんですが、まあ、こういう可能性もあるということは、えー、まあ今回の問題で学んでいただければというところになります。 ますでは続いて問題41から50の不動産のところなんですけれども例えばえで 43, ですね43の建物賃貸借ということなので借家契約の話なんですがこの借地借家法に関しては多ければ 土地に関する問題で1問、建物に関する問題で1問、合計2問ということがあるんですが、今回はまあ1問しか出ていない、建物に関する話なんですが、あとこれと並んで、ですね区分所有に関する問題が、まあ、今回も出ていますが、問題46で、建物区分所有等に関する法律ということで、区分所有があって、大体テキスト、この借地借家法と区分所有法は、近いところに通常収まってますので、まあ、例えば10ページぐらいの内容をしっかりやっておれば、 学科問題の中の、まあ、不動産10問中2問から3問拾えるところなので借地借家法や区分所有法はしっかり潰していただきたい論点ということになりますので、まあ、それを知っている方受、受験生であればこれは正解取ってくると思うんで、まあ、それは正解を取っていただきたいなという,ふうには思います。はい あとはですね、あとは問題44番については、えー、都市計画法に関する問題が出ておりますが、例えば2番のところ、えー、こちら、都市計画区域のうち、市街化調整区域はおおむね10年以内に優先的計画的に市街化を図るべく区域とされているということで、ちょっとこれ、自分、ちょっと先ほど、産休の解説もちょっとやってたんですけども、産休でも同じような問題が出てました。だから、おそらく作った人も同じだと思うんですよ。ただ、これは市街化区域の定義と市街化調整区域の定義をしっかり覚えて、 置かななけければいけないので、まあ、要は3級で出る問題が2級でも出ているということですし、まあ、2級で出ている問題も3級出ているので逆に言うと3級の問題が難しくなっているということにも、えー、つながりますのでただこういう定義問題はしっかり覚えていただければあの得点につながっていくのでおろそかにせず、えー、覚えるべきところは覚えていただきたいなというふうに思います。はいえー、ということでちょっとすみません、えー、これで不動産はちょっと終わりとさせていただきます。 次では最後の相続の51から60のところなんですけれども、まあ、今回ちょっと515253、まあ、パッと眺めたところ別に難しい問題ではないと思うので、まあ、ここら辺はしっかりできると思いますし逆にちょっと54は細かいなというところはあります。 で55、ちょっとね、これが初めて自分は見たような問題なので、まあ、このその場ではですねできなくても全然問題ないと思うんですが、まあ、こういうようなですね、えー、非常に、うん、形の悪い、えー 利便性の低い土地の事例がありますけども、満口協商とか奥行きちょうだいとか、まあ、こういうのはありますけど、これをどのよう,う,うに使っていくのかというので、でおそらくこの問題は1問出てもこのあとで出てこないと思うので、まあ、こういう問題も出ることあるんだぐらいで、もうそういうふうに開き直ってもらえればいいと思うんで、あとは解説、まあ、ちょっともし受けるんであれば解説を聞いてもらえればということなので、できなくてもこれは問題はないというふうに考えてください。 あとはですね56番が家屋の評価で家屋の評価って最近よく出ているのでこちらも定義として覚えていただく必要があるかと思いますあと57番の小規模宅地これは非常に簡単な問題ですから、えーまあえー、平米であれば4百三、100、130、200減、えー、額割合であれば50%と80%この2つしかありませんからこれは必ず正解を取っていただきたいなという非常に簡単な問題であるということになります。 あとはですね、まあ、問題60がそうなんですけれども、やはり、まあ、あの改正のあったばかりの遺言書の保管と、遺言書の保管は実質証書遺言に限定されておりますが、えー、遺言書の保管制度を利用した場合、検認が必要なのかどうかというのは、えー、前回でもそういうのが出ておるところなので、えー、そういうところをしっかり理解しておるかということなので、まあ、ここら辺についてはも改正の論点がたくさん出ているので、まあ、実はこれ、まあ、実際には改正論点ばっかり集めたものなので、配、は、偶、い えあとは預貯金債券のところの払い戻しとか、あと財産目録についての話とか、あと今の保管制度の話ということで、まあ、改正論点ばかりを集めたものですから、ここのところは受験生であれば対応していかなければいけないところだと思いますし、まあ、今後も出る可能性はあるということを含みおきいただければというふうに思いますはい、ではこれでですね、えー、学科試験の公表はこれで終わりとさせていただきます。 で次にですね、えーと、FP 協会の公表の方に移らせていただきますがこちら90分という時間,時間の中でですね、40問の問題があります40問の問題があるんですけれども、まあ、回によって変わるんですが選択、えー、ごめんなさい回答欄回答スペースがおそらく60から70ぐらいありますですのでそう,いうそういう時間配分の中で仮に60だとしてもですね、90分の中で60ということは 1, 1つの選択肢について 選択肢というか回答スペースについて1分半の時間でやっていかなければいけないということなので単純に 40, 40問だからというわけじゃなく実際の回答スペースは60から70ぐらいあるので仮に60だとしても90分を60で割れば1分半1分半で解いていかなければいけないということなので非常にスピード勝負であるということをですね考えてもらってスピード勝負なのでじゃあどうしたらいいかというとこれも先ほど学科試験の時にも申し上げましたけども あの全体像をまず見渡すとで全体像を見渡してもらって時間のかかる問題は後回し、えー、時間のかからない問題典型的な問題、えー、前回も出たような問題そういうものを先にやっていって部分点をどんどん積み上げていくというのが境界実技の攻略法ですので意外と境界実技の合格率が高いというのは何が言えるかというと。 典型的な問題がよく出る例えばあの必ず出るのが係数早見表を使った問題キャッシュフロー表の問題とかバランスシートの問題とか必ず出る問題ってあと例えば保険証券の読み取りとかこういうもので出てくるんで、まあ、受験生であればそういうのは潰してきますからそういうのが潰,潰していけばあの60点って積み上げていけば難しい話ではありませんただあとは、まあえー、誰しも悩まされるところは時間が足りないというところなので時間が足りない時にですねあの答えが埋まらなかった白紙 というのは避けていただきたいのでまあ、そういうことを考えておくとですね一つの設例を使ってたくさんの問題が出てくる最後の総合問題の問題第9問とか問題10これは先に手をつけるべきだと思いますですので第9問とか第10問これ合計すると今回まあ、たまたま採点上では100点の中で29点配点があるというレックは考えてますけども合格にあたってのほぼ半分 とが全部仮に解けけれれば30点近く取れるわけですよなのであの一番やってはいけないのが頭からずーっと問題解いて,おい,て,解い,ていって最後になって時間が足りなくなったで第9問とか第10問結局やらずに終わってしまって適当にマークしたとかそれが一マ,ークマークではないんですけども答えを書いたというのが一番、えー、好ましくありませんから必ず時間配分を考えながらどの問題か解いていく、まあ、こういう対策をしているだけでも60点は確保できるかなと思うのでそういう形でやっていただきたいな というふうに思います 徹底的な問題ばかりなので、まあ、かいつまで,で少しだけ見ていきますが、えー、第1問のところの、えー、問いに、えーまあ、あの6つのステップの話ですけれども、これ、暗記していれば解けますし、まあ、自分が相談,、えー、相談する立場、逆に相談を受ける立場でもいいんですけども、いきなり個人情報を出すかという話もあるんで、まあ、この通りになるはずなので、覚えておけば即答できますし、覚えてなくても、まあ、考えていけば、1分もあれば解けるような問題ではないかなというふうに思います。 で第2問の金融はですねこれは計算問題が例えば問い4、問い5のところ出てくるのでここについては答えも用意されていませんから、まあ、時間かかることを想定していただくと先に解くよりは後回しの方が良いんじゃないかなとは思います。で第3問の不動産も最初の問題は,問題は自分で答え書か,かなければいけませんので時間かかるかもしれません。 逆に言うと穴埋めに関しては5群があるので5軍のあるものでこの5軍は全部を見る必要はないので1つの問題では2つ2択の中から1つ選ぶとかそういう可能性も出てくるので5群全部を見る必要はないということでですねあの例えばトイ Q 見ていただきたいんですがトイ Q は、まあいうで同じものが入る可能性もありますよというのが書いてあるんですけども例えば 消費税が、えー、あいいってどちらも消費税があといいなんですがこれ、えー、かかるかかからないかどっちかなんですよだからあといいはもう二択問題です。あといいは二択問題。U については消費税対象になるもの例えば何があります何がありますというところにかかりますかかりませんが入るわけがないのでそうなると三択の話ということになるのでこういうふうにやっていけばですねあの そんなに難しくはないとあの 5, 5つの中選ぶんじゃなくて2つの中1つ選ぶとか3つの中1つ選ぶというふうになってくるんで決して難しくはないと思うのでそういうふうにやっていけばですねあの実技試験はあの基本的なところをやっていけば必ず合格点が取れるというところになりますまた問題第4問のですねこちら、えー、リスクに関しては必ず保険証券の読み取りが出ますので えー、今回の場合は、入院して、えーまあ、足骨折して入院しで、またそこから通院したとか、そういうのがあるんで、そこら辺読みながら、あとは癌んで、えー、診断されて、えー、手術を受けたとか、あと交通事故で死亡とあります。で交通事故で死亡の場合は必ず 確認いただ、きたいたいだ今回の問題関係ありませんが、特定疾病保障特,、えー、特定疾病の特約がついている場合、が、まあ、癌とか急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、所定の状態になれば、それで、えー、死亡献金が出ます、生前に出ますよというものがあって、それは交通事故でも出てくるので、ただ今回は保険証券ないので、えー、関係ないんですけれども、一般的にはそういう問題がよく出ているということは理解いただきたいと思います。 えーとあとはそれでちょっとすいません、リスクは終わりで、次にですね、次に、え今度はですね、タックスの第5問ですが、まあ、最初が、えー、退職に関しての問題、えー、ですね、退職に関しての問題、で16は減価償却に関しての問題、減価償却の問題は確かこの3級でも出ていたかと思うんですが、 基本ちょっと文章は長いんですがやってることは全く一緒です。だから、減価償却については、えー、こちらについては個人なので、えー、定額法を選ぶんだということなので、まあ、そこら辺ができてあと問題の問い18がですね数年前に改正のあった例えば配偶者控除とか配偶者特別控除また 2020年の確定申告から基礎控除が48万になってますので、まあ、そういうところ、改正論点分かってますかというところでもあるので、ここもしっかり丸抜き問題ですから、1点ずつ積み上げてもらえればと思います次の相続事業承継に関してですが、まあ、問い19の問題は、これ、よくある法定相続分の問題ですから、これ、民法上の話なので、相続放棄すれば相続,相続、初めから相続になかったものとみなされるわけですから、 今回、お父さん、お母さんが相続人ということになっていくので、そういう形でですね、まあ、あの見ていただければというふうな形になります。あとは、問い21番につきましては、相続時生算と通常の歴年贈与の問題なんですけども、対象者によって税率が、贈与税の税率変わっていくので、そこ、しっかり読み取れるかどうかというところになります。 はい、では第7問がここからですねキャッシュフロー表の読み取りであったりあるいは次の第8問は、えー ケース早見表を使った問題これ典型的な毎回出る問題ですからここのところは6箇所全部正解できるぐらいまで頑張ってやらなければいけないということになりますあと第9問の総合問題ですけども、まあ、こちらについては総合問題のところは第9問は個別なので一つ一つちょっと潰していただきたいなというふうに思うんですが後半の第10問の総合問題のところなんですけども でこちらについては必ず1問目がえバランスシートの中の純資産価格を求めさせる問題が問い35にありますがこれ典型的な問題で、まあ、2級の場,合の場合だと時間にしますあとは、えー、建物とかであれば買った金額ではなく売ったら今、今売ったらいくらかで、えー、ローンがあればそのローンは引かなければいけないんですけどもそういうところがあるのでそこのところを忠実に守っていただければ答えは出ると思いますし毎回、ここのところ配点は3点にしてます。 3点しないと100点満点に合わないことがよくあるので、まあ、問い35は3点もらえるから、しっかり慎重にやっていこうというふうに判断いただければいいのかなというふうに思います。ということで、これですみません、FP 協会の簡単な公表は終わりとさせていただきまして、では最後にですね、金材の,の個人資産の簡単な公表をさせていただきたいと思います。でこちら、説明が5つあって、そこから持ってくるんですが、まあ、例えば第一問のライフであれば、えー、今回はですね、 えーとまあ、独立して2年ほど経過した、えー、現在ですよということであってただこちらについてはもう手順、えー、計算、まあ、老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額の計算になってますが手順があるので手順に埋めていけばできるのでここは1個1個1点ずつ取っていただく必要があるのかなというふうに思います。 あとは、付加保険とか国民年金基金とかあるんで、えー、まあこういうところ、自営業者の場合はこういうところで年金額を増やしていくということになるので、こういうところも対策しておればできるところではないかなというふうに思います。次、第2問の金融なんですけれども、こちらは2期比較ですね。 同じ企業の2期比較 X 社の2期比較になっていますので、まあ、ここに書いてあるような例えば問4のですね X 社株式の関連情報に基づいてということで ROE と配当利回りとありますがこちらの計算は必ず計算式を覚えなければいけないところなので ROE とか、まあ、あとは、えーいろいろまあ、PBR とかいろいろあると思いますがそういうところはしっかり出せるように計算式を覚えていただければと思います。 あとは NISA については学科試験でもよく出ますし実技試験でも問いろのように出ているので NISA は必ず確認いただくところとなりますで第3問のタックスなんですけども、えー、こちらについては、えー、所得税の計算ということでですね、えー、と最初の青色申告に関しての内容で最後に問いのところで所得税額を求めさせるような問題になってますので、えー、総所得を求めるでただ、えー、税額ごめんなさい 所得控除については合計額があるのでこちらを使えばいいあとはそれに基づいて税金を求めていきますがあとは源泉などがあればそれを引いていくような形なので、まあ、そういうふうにやっていけば解けると思うので問い球のところは一つ一つ冷静に正解を取っていただきたいなと思います次第4問の不動産ですけどもこちらについては憲兵率と要積率の問題がありますので こちらは確か3級でも同じような問題がありましたが数年前に変わった憲兵率のところで緩和措置というのがあるんですが防火規制が今までは防火地域のみだったところが準防火に緩和されてでもちろん今回は耐火建築物を建てる場合とあるのでそうすると10%緩和。 となりますしあとはこれ特定行政庁が指定する形なので20%緩和となるのでそのようにやっていただく溶石、えー、率も今回は全面道路の複員制限があるので8メートル指導であとは10分の4かけるので320と300%ー比較していずれか低いものなので溶石率300%パー使っていけば答えが出ると思うのでそういうふうにやって、えー、問い十は必ず2箇所4点は正解とっていただきたいなというふうに思いますで最後に相続事業承継になるんですけれども まあ相続の場合、も典型的に問14を見ていただくと相続税の総額を計算させる問題がほぼ毎回のように出ています。 ですから、ただ今回は課税価格は6億円出ているので遺産にかかる基礎控除額これ相続税法の中の法定相続人の数を求めていかなければいけないのでそこをしっかり求まればもう計算式は3000万プラス600万かける法定相続人の数という,ふうに決まっているので人数間違わなければあとは順調に計算できると思うので丸1番ができないと丸2番、丸3番必ず落としますので慎重に丸1番をやっていただくというところで ただ典型的な問題で、まあ、場合によってはもう選択肢によっては難しい問題もあるかもしれませんが、まあ、通常の難易度と同じくらいではないかなというふうには思います。ということでですね、こちらで。 2021年5月の2級 FP 本試験の公表、配点予想と公表ということで終わりにさせていただきたいと思いますけれども、配点予想については REC のホームページで案内しておりますので、もしやってみたいという方は、ホームページにアクセスしてみていただければと思います。では、本日はこれで終わります。お疲れ様でした。